はいさい、はいさい。今回ですね、はい、料理なんですけど、はい、いつもはいさい太る料理ばっかり、バンバンもだんだん太ってきて、はい、でこうちゃんもダイエットしてるということで、はい、体に優しいっていうか、はい、そういう料理を作っていきたいなと。俺たちじゃあ2人のためにみたいな感じの料理を思う。そうだね、さすがでしょう。今回用意したのがこの鶏胸肉です。あれが少ないやつ、油が、脂質がね、うん、脂質少ないんだけど、うん、美味しくするためにチーズ使います。うん、太るよね絶対太るよね。太らんか、太らないんだ。太らんか。胸肉は減量の時大暴走あったからね俺、うん、そうなんだ。で、これは外します。皮、うん、皮が脂質が多いので取り上げ、余分な脂肪の部分は全部カットします。美味しそうだね、もうすでに早くないか胸肉、基本生で食べるタイプ。うんそうさ、魚も一緒でしょ。刺身ですよ。これを開けます、うん、こんな風に、うん、アルミホイルとベーキングシート、うん、準備します。お謎やね、謎謎の謎、何考えてんだ。してここに詰めます。はい、形を維持っていうか作るためにを3つ作ります。3つ、はい、1人1個。この油の部分はカット。この形なんか見たことあるよね。うん、ある、ある。何、例えばアワビとか。うん、あ、似てるね、アワビに。アワビに似てる、うん、アワビに似てるね。男が好きそうな料理だこれな、あ、うん、見た目がな。何に似てるって言ったらアワビだけど、モーリーさんこれ見た時何に似てるって思いました。これ見た時、うん、普通に美味しそうだなと思う。あ、美味しそうなんだっけ。うん、そうなんだ。ゴーちゃんは男らしさがこの中から込み上げてきたな筋トレしたくなってきた。うん、バンバンもジム入ったんだよ。そう、何回行った。2入会日と1回筋トレって終わる。俺ジムでジギングの練習してるよやばいでしょ。あ、1個やるの、おあ1個やるの忘れてたのがある。下地リスナーさんからもらった堀西じゃない、マックル、マックル、堀西、いいね。堀西ちゃん、これ普通のやつと黒いやつってさ、味違うの。味違う、こっちが美味しい。俺はこれ美味しいぜ。ちょっと舐めてみ。ウインナーとかにかけたら超美味しい。なるほど、うまい。目玉焼きにかけてもうまいよ。早速焼きます。おぉ、いきなり、うわぁ、なんか本当に痩せさせたいのか痩せさせたくないのかわからなくなってきたな。この量大丈夫だよ、胸肉は油吸わないから。あ、そうなんだ。女のなんかに似てん何これ、うん、めいっ子についてるやつ。めいっ子にしかついてんの。義理の姉とかにはついてないか義理の姉にもついてるはずだけどよ。なんかに形ちょっと似てるなと思って。若干よ、モーリーさんすごいなんか、うん、いろんな人の考えながら形切ってるから。誰が誰とか、うん、これまでの恋愛がなんかな、物語ってるな。これだったら体調悪い時でも食えそう。体調悪い時でもいけそう。全然いけそう。あ、5分ぐらい焼きますとりあえず。あ、うわっ。で、この間に別のものを取っていきます。これ卵白と卵黄を分けます。おお、手慣れてますね。お菓子作る時とかにこれ重要だから。お菓子とか作るんすか。今は作らんけど昔作ってた。ポータンも家でお菓子とか作る。高校の頃に1回だけ作ったことある。ね、作ったか。ティラミス、すごっ。ティラミスとか作った。お菓子作りハイサイディングやったことない。ポテトチップス作った。カード入ってるな。カードも入れてた。あったね。あの時ちょうど YouTuber チップスっていうのがあって、流行ってたよな。そうそうそう、会社なんでないわって言って、中田を作ろうぜってなったんだよな。そうそうそう。俺のデブの写真基本レアカードだった。バンバンが小さい時の写真って痩せてる。やっぱりめっちゃ痩せてるよ。ちっちゃい、身長ちっちゃい、超ちっちゃかった。下から2番目とか3番目とかって、サイズか数むの次にしちゃうっていう、うん、誰かわからん上原コーチに早く大きくなれちゃう。上原コーチもわからん今パセリを切ってます。パセリをやんちゃ切り。パセリって臭いな。パセリちっちゃい頃マヨネーズつけて食ってた。パセリって結構栄養価高いんだよね。なんか朝からサラダでパセリとセロリ出てた。オーバー農場の庭に入ってたから。セロリ食べれる。セロリ好き。マジ、うん、セロリとパセリ好き。いけるもんだ。食べれはするよ。セロリ嫌いだけど。みずみずしい。匂いとあの繊維が嫌。もう無理セロリ。でこれを卵白に入れていきます。なんかおしゃれだね。こ
これで焼き魚とかにソース作ったらすごい美味しそう。なんかこれ仕事やっと、うん、これ粉々にして。あ、出ました、クリームチーズ。どんな方法で粉々にしてもいいですか、車で乗ってこいよ。お前壊すからマジで。こう本当はフェタチーズっていう羊のチーズがいいんだけどないんですよ、スーパーに。おいしそう。もうこれ完成。まだフェタチーズ食べてみたい。羊のチーズ、ヤギのチーズは、ヤギのチーズなんか臭いっていうさ。ヤギのミルクはまずかった。マジ？まずかったけどめっちゃ臭かった。臭いんだ、獣臭。へえ。なにこれ全然わからん。だからさ、スムージーみたい。超ドロドロ。さっきと全然違う。湖南高校の洋服誰の？こうちゃんの。あ、こうちゃんの。応援する時につける予定だったのが。来年これつけてから応援しよう。でもコーナー来年も行って。頑張れコーナー。頑張れってよ、カナル。頑張れカナル。カナル頑張れ。もう卒業だけど。卒業なんだ。この後何が待ってるかじゃないか、人生っていうのはな。大学でも野球するって。じゃあもう一回甲子園目指せるな。バンバンみたいにはなりたくないって言われた。出すぎでしょ。一回出します。来た、はい、あら、すごい。これを取って、この中にこれ入れていって。オーブンゲームもしかして。オーブンゲーム。じゃあバンバン余熱しとけばよ。余熱しといて。今どれパスしてもいいかな。電子レンジを。使えなくさせし者がいる。はい、今からこのここみたいなのに打ち込みます。なんか緑のパセリがいい感じだな。ね、おしゃれ。結構量いっぱい入れていい？うん、溢れないぐらい。なんかこれすぐ溢れそうだな、形的。個性があるな。うん、個性がある。生き様感じる。こんなもんでいいでしょうか、うん、はい。で、この上にモッツァレラチーズ。これが美味しくないわけもないよね。超チーズ。はい、これで最後に、お、もしや、やっぱりいった。これで焼いていきます。あー、すごい。余熱完了の知らせが鳴りました。余熱検視やっさ。おいちしとこうね。おいち。あ、なんか漏れてるこいつ。ほんとは卵入れたか、溢れたんだ。10分で、はい、焼いていきます。せーの。あらすごい。うわー、美味しそう。これ本当にヘルシーなんですか。これ本当にヘルシーです。オーブンで焼くことによって、はい、あの脂質が飛ぶ。あ、OK、そうなんだ、うん、ちょっと今開けたから脂質溜まってるから飛ばすね。出して脂質出して。多分ヘルシーも飛んでるで一緒に。あ、危ない。ヘルシーはどう？まあ、実質カロリーゼロ。カロリーゼロ。実質もうなんかすごい分かる。卵でもゼロって作ってるもんさ。ダイエットするとか言ってる人、実質っていう人基本失敗する感じ。完成でーす。完成。めっちゃすごい。こんな綺麗になる、あの食べ物が。最初本当にモーリーさん何作ってんのかなって心配になったけど、出来上がったらめっちゃ立派なもんじゃないですか。確かに。食べていいですか。お先いいの。すいません、いただきます。これうまそう。うまそうだな。いただきます。柔らかい。いただきます。うまっ、うまっ。イタリアンチック。あ、おいしい。おいしい。うまい。うまい。うまっ。これで痩せれるって考えたらどうか。これしか食わん。痩せれるらね。無理っぽい味してるよ。結構無理っぽい。ガッツリ無理そうな味してる。カロリー高い感じする。かなり。そんなピザ食ってるぐらい。ピザレベルでもな。パーソナルの先生にダメって言われる。ダメって言われないと思う。じゃ減量期間はよろしくないと思う。あれだったら最高。あの筋トレするときだったら増量期間はもうめっちゃいいと思う。脂質あって、うん、タンパク質も取れて。うまっ。うまい。炭水化物使ってないからね。美味しいですわ。この卵もいい感じに、ほらひっくり返したら半熟。全部ちょうどいいぐらい。うまっ。森さんすげえ料理人だ。お店開けると思う。開けば森さん。いや早っ。いいかもとか言うのかなって思ったら嫌なんだ。全然嫌。何名かに食べさせるもんだけど。多分お店開いても1日5食限定とかだす。自分のご飯のついでぐらいになる。そう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 。ピザソース食いつけたい。ああ、美味しそう。はい、最近336が面白かったで。右手にフォークもできられてるナイフもできてた。いただきます。
多分ナイフと逆だはず。こんなむずむずい切り方す、うん、おいしい。タレつけたらやば、うん、おいしいな。うまい。なんかクリームチーズのやつが不思議な食感、うん、初めて食べるこの食感。いや確かにこれご飯なしでなんかご飯とは合わなそう。パンじゃない、どっちかって。パンだな。ガーリックとかガーリックパンみたいなのがめちゃくちゃ。ああ、いいね。トーストつけて、うまい。マジ朝のフレン、朝ご飯とかでなんかめっちゃ良さそう。これピザトーストもうまっ。うまいよね、ピザトースト。ちゃう、これパセリじゃなくてバジルだもんね。ね、バジルめっちゃ好きだけど、うん、今度ジェノベーゼ作って。ジェノベーゼパスタ、うん、あ、大好き。ジェノベーゼ美味しいよ。美味しい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。痩せた、ずっとバンバン太った絶対太ったでしょ美味しかった、はい、美味しかったな。オープニングの時の俺の顔と比べてほしい。でもでかくなってるよ俺筋トレとかやる皆さん、はい、おすすめです。うん、頑張ってこれを食べて筋トレしてマッチョになりましょう。はいはい、はい、今回は鶏むね肉を使ったカロリーの低い美味しい美味しい料理を作ってみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。嘘っぽすぎる。カロリーは低い下ネタ料理だろあれ